Salesforce のアプリケーションのこれは見慣れた画面でございます。今回 Salesforce と Google アシストの連携の部分がもうすでにお客様にとってご使用になれる環境でありますということをご覧いただく意味で一つのアプリケーションに立ち上げております。この設定のところで見ていただきますと、すでに新しい機能として Google Apps というものがここに出ております。じゃあどういう内容がアベラブルになっているかというのがこの Google アプリケーションの内容でございます。すでにこちらに Google ドキュメントを Salesforce に追加をするという機能であったり、 Google ドキュメント、Gmail to Salesforce、 Gmail ボタンと Gmail のリンク、こうした Google Apps との連携の部分がすでにこの Salesforce の使っているユーザー様にとって有効になっているというのがここで見て取れると思います。これはもうすでに今までお使いのユーザー様すべてにですね、これがアベラブルになっているということを示しております。それでは具体的にこれらのアプリケーションがどういう形で連携をしていくかということを少し目に分かるような形でご紹介したいと思います。ここはある一つの取引先責任者の画面でございます。今ここで見ていただくと Gmail のメールのマークがございます。これは皆様 Gmail をお使いの方は非常にファミリアなロゴであるかと思いますが、私どもお客様の取引先責任者様のですね、情報を入れるときにはこうした形で電子メールを入れております。今までこの電子メールをクリックをすると別のメーラーが立ち上がっておりましたけれども、今 Gmail がここにリンクをされておりますということで、 Gmail がそのままここをクリックするだけでこのお客様に対してメールが立ち上がりますということがここでまず一つ見て取れます。じゃあ逆に皆様今普段お使いの Gmail が受け取った場合にそれをどういう形でこのお客様とのコミュニケーションのログとして残っていくかということをご覧いただきたいというふうに思います。今ここに私が今パートナー .surprise.com という会社の人間であるという前提でこのGmail のメールのインボックスを示しております。今ここを見ていただきますと、普段と同じようにですね、メールがたくさん私のインボックスの中に入っておりますけれども、今ここの中に、例えば今ここに等しい内田という名前のですね、メールがたくさんあります。この方は実は私どもにとっての非常に有料なですね、見込み客であるということで、このお客様に対するメールのレスポンスというのをきちっとして、そのコミュニケーションのログを私どもセールスフォースのサービスの中に、ログをするということをですね、やらなければいけない。ここが一つの連携のパターンでございます。それをちょっとご覧いただきたいというふうに思います。例えばお見積もり条件についてという、内田等様からのですね、メール、この中身を読みたいと思います。普段使っていただいている G メールの中身と同じでございますけれども、この内容に対して私が今返答をします。で、返答するときにいつもと同じように返事という形で、了解いたしましたという形で返事をしますが、そのままメールを返してしまったのでは、私どもがこの内田等様との間でコミュニケーションした履歴が残りません。今ここにご覧いただきますのは、Send Gmail プラス Add to Salesforce というボタンがあるかと思いますが、これは私どもの Salesforce のアプリケーションと Gmail との間の連携がすでにされているということを示しております。このメールを私がこの内田等様に返す、このログを、この Salesforce のログの中に残したいというものでございます。ここで普通で送信ということを押すのではなくて、Salesforce にその送信のログを残したいというときに、このボタンを押します。そうしますと、Send and Add to Salesforce、Salesforce の中に、この記録を残しますというものが出てきますので、これを私は、ログをします。ここにメッセージを送信しましたという形で、結果が出ています。これが私どもの、非常に、有望なですね、リード、すなわち見込み客であります内田等様との、ログでございまして、今ここに、見ていただきますように、電子メール、レスポンス、お見積もりの熱の機能になっております。お見積もり条件についてという先ほどのメールについて私がレスポンスしたものが今ここのログの中にきちっと、残っております。